左様その他独自な作品で知られた小説家太宰治氏は6月13日山崎富江さんと共に消息を絶ちました。富江さんの父親も上京、自殺したとみられる玉川上水では絶え間なく降る雨の中で捜索が続けられています。自宅には豊島義雄氏など親しい人たちが詰めかけています。